さうさ、つむつむ、僕の名前はうさつむり。エソラごと計画始まるよ。というわけで始まりました、エソラごと計画でございます。ですね、今日はちょっとマウスピースをつけながらやらさせていただいているわけなんでありますけれども、あのですね、ツイッターの方でウクレレがちょっと弾けなくなったなんて言ってね、泣き言みたいなことを言ってしまって心配をかけてしまったので、で確かにですね、あの右手の方がですね、ストロークをするのがなかなか大変で、今こうね、こう弾いてる分には全然ね、こうね大丈夫なんですけれども、持たねえということですね。もうやんなっちゃいますよね。でもってですね、ずっとちょっと温めていた曲があるので、その辺あたりを紹介したいなというふうに思います。一発録音をさせてもらいましたので、これをこの後からですね、進化させていけたらば面白いなというふうに思っております。借りている写真は仲間たちの写真です。では聞いてください。おーい、飼い主という曲でございます。飼い主、そばにいてくれてありがとうって言うけど、それはこっちも同じさ。ずっと一緒にいたいから、無理はちょっとしかしない方がいい。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、虫。おーい飼い主、心配するなって声をかけてくれるけど、それはこっちも同じさ。俺たちは自分のペースで行けるから、お前も自分のペースで行け。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、貝。親バカでごめんなさい。なんやかんや言っても、うちの子がもう一番かわいい。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、虫。おーい飼い主、ずっと一緒に